前田敦です。どうも、大地です。はい、本日はですね、前回ね、バット紹介しましたね。こちら。映ってるか分からんけど。どうぞ。マジに。こちらですね。オールドヒコリー。暗くて見えない。28L。これね、前回紹介しました。で、まあ、打球音をね、聞いてもらおうっていうね、話をしたと思うんですけども、いかんせんね、まあ、取ったんですよ、一応。パス戦でね、ホームランドームでの、ティースティペースで、打ったんですけど、うるさいゲームの音とか、で、隣のストラックアウトの音とか、すっごくうるさくて、ちょっとバットの音どころじゃねえなっていうので、今回、リア充がそこにいますけども。羨ましいね。やがよ。ピーよ、ピー。このね、静かなね、河川敷で、音を楽しんでもらおうと。で、今回ね、バーチ、オールドヒコリのバーチで、こちらスメレスポーツのメイプルとホワイトアッシュ。色が悪いよ、黒やん。それはミスったと思う。黒しかねえんだ。あ、白あるけど忘れたんだわ。このまあ大体ね、今主流の3種類、これをねちょっと紹介していこうかなと。まあ音をね聞き比べて、まあ楽しんでいただけたらいいかなと思います。まあそれでちょっとやっていきましょうか。ちょっと待った。バットの種類、材教えてください。メープル、メープル、アッシュで、まあ最近バーチやな。あれ、もう一個あったでしょ。もう一個、カゴタモでーす。出たー、俺が持ってないアゴタモっていう歌は昔あったんしな。知らない。うちの高校ずっと流れてる。なんじゃそれ。整備の時ずっと流れてる。なにこれ、アゴタモ。はい、これ本物。本物です。目悪すぎやろ。あ、おだまやも。まあこのバット自体の紹介はまたちょっと明るい時に、ね、やろうと思うんですけど、青玉がなんか大地持ってるということで。ずるいぞ。協定に入りました。ずるいぞ。やっぱ人脈って大事。まあというわけでね、ちょっと打っていきたいと思います。はい。やっぱ足も悪くねえな。俺の中でまあまあ聞き馴染みあるからな、アッシュって。僕も何回聞いたことない。これ一番みんな聞き馴染みがあるやつじゃないでしょうか。ちょっと甲高い。ちょっと音高いな、メイプルの方が。パンって感じ。割と音高めやな。ソプラノぐらい。よし。あー、なんかちゃうな。車感が気になる人は前上げてるんで、それ見ていただいて。うん。うん。メープル高いっすか。高いな。いい音、飛びそう。何なんすかマジその歌。いや、グランドセーフィーの時にさ絶対流すねんって。どんなチーム。覚えたもん、なんとなくメロディーは。知ってる方コメントください。青玉って言ってるわけじゃないらしいんやけど。絶対ちゃうでしょ。でも青玉にしか聞こえへんねん、あれ。借りるで。かむな、かむな。うわ、青玉とか久しぶりやわ。しかも SK の青玉とか俺使ってたしな。なんかコンって感じや。硬いっす。硬い。
ってやっぱ短いな。タモの打った感覚は聞いてないんで、タモの打った感覚教えてください。タモはな、打感はすっげー柔らかいで、乗る感覚ギュッて感覚、ここに当たってさ、ギュッてやって、うわってな、わかる、コメントください。まあ平たく言えば乗るのよ、弾き飛ばす感じじゃない。ほんで俺だいぶ丈夫やで、青玉って。俺3年は言い過ぎか、2年ぐらい持ったもんな。上級武尊ジュニア日本から取り入れる。うん、日本から輸送してくるよそれ。水野大喜び、え、上級武尊から注文入ったの。え、ジュニアマジでホームラン王じゃん。なんか懐かしいわ、このなんか当たったか当たってないかようわからん、なんか勝手に飛んでる感覚。だそういう意味ではバーチ近いかもな。こんな感じでどうでしょうか。では太一が最後に一曲歌います。何を、なんか恋するフォーチュンクッキー。夢を叶えてドラえもんって言う。あんなこと言いなくてできたな。それ僕ドラえもん。それ僕ドラえもん。夢を叶えてドラえもんってどんな歌っけ。シャラララララ、歌を歌おう、あみんなでさ手をつないで、ドラえもんそのポケットで叶えさせてね。あ、今の低評価10ぐらいついた。カッサイチファーストシングル夢を叶えてドラえもん、ナオさん。絶対売ってない。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、応援コメントよろしくお願いします。で、明日の動画もう一本見ていただけると嬉しいです。軸ぶれへんよ。やっしゃの構え。それでは失礼します。アチの打撃指導オンライン、直接指導ともに受付中。詳しくは概要欄の動画をチェック。手洗いうがいを忘れずに行いましょう。小さな一手間で健康を守ろう。アチュベースボールチャンネルとペネがコラボで開発したアンダーシャツが販売中です。購入は概要欄のインスタグラムのページから。